アタア駅は、三重県南室郡美浜町大和ザアにある、東海旅客鉄道規制本線の駅である。当駅は開業の数ヶ月前から、紀伊半島内陸部にある、紀州鉱山の一つである、イルカ鉱山からの鉱石を積み出していた。鉱石は、騎馬町板谷にあった、イルカ鉱山からはるばるこのアタワまで作動を使って、運び出され、当駅から鉄道で運ばれた。 鉱山は1978年に廃止された。1946年頃の駅舎ホーム待合室、島式ホーム一面二線と、側線二本を持つ行き違い可能な地上駅。構内は広い。駅舎とホームと、遮断機、警報機付きの構内踏切が結んでいる。開業当初からの駅舎が残る。駅舎の中の待合室は、周りの駅と比べても広い。また、 駅舎内部には出殺口及び小荷物台がシャッターの閉まった状態で残っている。熊野市駅管理の無人見駅。自動券売機や乗車駅証明書発行機などの設置はない。三重県統計所によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。三浜町の中心部に近い。あたわは熊野古道の浜街道から熊野本宮大社への卸街道が分岐する。 地点であった。駅前は整備され歩道橋が張り巡らされている。駅からまっすぐ歩くとすぐに七里三浜の海岸であり、その海岸沿いを国道42号が走っている。駅前には道の駅パーク七里三浜があり、その中には大桑などもある。周辺にはこの他商店や三浜町の町民サービスセンターなども位置している。また駅前の国道を 熊野市方面へしばらく進むと、三浜町役場がある。国道には、約60分おきに、熊野市駅と新宮駅とを結ぶ路線バスが運行されており、当駅からは、あたわ駅前のバス停が近い。三重交通名古屋南紀高速バス、熊野市、三浜町コミュニティバス、熊野市、三浜町広域バス。ありがとうございます。